ちょ、ごめんね、リバーブがついているよ。いろはこんばんは。こんばんは、皆さん来てくださってありがとうございます。いろは。いや、なんだこの BGM。 これは卒業用の BGM でございますけれども、あ、スパちゃんのちゃちゃちゃありがとうございます。今日はですね、私のね、最後って言い方はおかしいけど、最後かな。こうしてね、みんなの前に来るのは最後かもしれないですが、この姿でそう、ラスト YouTube ライブ&ビリビリ配信をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。皆さんに、ちょっとね、軽く、いや、あの文章より深く、今回のね、引退、卒業卒業についてちょっとお話しさせていただこうと思います。 Twitter でね、お話ししてた通りなんですけれども、なんかね、配信好きなんですよ。配信めちゃくちゃ好きなんですよ。こうやってみんなとお話できるから、できるし、歌歌えるし、なんかすごく楽しくて好きなんだけど、なぜか私体調崩してしまって、でそっからね、治るだろうと思ってたの。でもなんか突然、なんか今もそうなんだけど、なんかね、腕のとこにね、ブチ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 ってね、いっぱい湿疹ができて、レイナちゃんが大好きでありがとう。そうで、なんだろうって思ったの最初。え、何これ、まあ気のせいかなってぐらいで思ってたんだけど、なんか今度はなんかなんかね、耳鳴りとかめまいまでしだしたって、あ、これはちょっとやばいぞって思ったの。いや、思ったのよ。でね、まあでも、まあそれぐらいなら平気かなって思って、いつも配信してたんだけど、なんか配信の前におえっておうとしちゃうようになって、例えば作業しながらとか、そうね、例えばなんか、まあ配信の前とか、なんか気を失ってしまったりとかして、お休みすれば治るんごじゃないかなって思ったんだよ。治るんごじゃないかなって思ったんだけど、治らないんごで、とてもびっくりして、私もなんでこんなに長引くんやろうと思って、こういうのはあんまり言いたくないけど、泣きながらね配信の前泣いちゃったりとかしてたの、お一人でメソメソ、あーって、なんでこんなになっちゃうんだろう、なんでこうなっちゃうんだろうって思って泣いたりしてたんですよね。元気でいたいなって思って、でも元気でいられないのが悔しいなって思ってさ、そう、声がね、出なくなっちゃう時もあって、そうそう、だからこれはまずいと思って、ね、今回はね、まあ、生活に支障とか出ちゃってるから、そうね、
ね元気でいたいし、みんなの前ではこうやって楽しくね笑顔でいたいんでね。休めばよくなる。そうだね、休めば。わかんないな、私もわかんないんだけど、私もねわからないんだけど、したら回復したらね、みんなのところに戻ってこれるようにね一生懸命頑張ろうと思います。そしてですね、まあこのまま1ヶ月お休みいただいちゃったりとか、そうですね、まあ本当私の体調管理の体調管理がしっかりできてないっていうので、そうですね、もう本当に分かんないけど長期のお休みをいただいてしまったりとか、そういうのは本当に本当に不甲斐ないし、そう、なんて言うんだろうな、みんなにもそうだし運営の方にも迷惑をかけてしまうなと思って、今回はね所属している、まあ、契約している私のね契約している事務所の引退をさせていただくという感じですね。まあ、動画とか配信のアーカイブ残すって言ったんだけど、ちょっとけじめをつけるために動画とか配信のアーカイブはちょっと消す方向で今考えてます。動画とか消してしまいますが、そうだね、なんかねけじめつかないなって思って消しちゃうの。そうなの、そうだね、本当はねみんなに見ててもらいたいなって思って消さない方向で考えてはいたんだけど、でもどうしても多分なんだろうね、なんかこう甘い気持ちっていうか出てきちゃうなって思って。マジですか？はい、マジです。動画を消してで、アカウントも新しいアカウントに移動させていただきます。やっぱりこのまんまこのアカウントで戻ってきて、なんかのうのうとみんなの前に顔を出したりとかしたくないなって思ったのと、まあ、事務所のね方の今契約している事務所のね方の力を借りて私はここまで来ているので、あとねみんなの力を借りて私はねここまで来ているんですよ。一人の力じゃないからさ、だからもしっていうか絶対だね、絶対みんなの前に戻ってくるときには私は新しい私の姿で、新しいアカウントで、新しいこうなんていうの、今の姿じゃなく新しい私の姿で全てを心機一転した形で戻ってこようと思っております。この私の姿で皆さんの前でお話しするのは今日が最後かな。でね、心機一転するということで
になんだろう、こう来てくださいっていうのは良くないし、新しいアカウントにお知らせするかはちょっと悩んでます。みんなにお知らせするかどうか悩んでるんだ。なんかその大人の事情っていうか、多分法律的によろしくないからさ、新しいアカウント教えるのって、まあ、今いろいろさ、みんなスパチャくれたりとかお金も絡んできてしまってるから、新しいアカウントを教えるのがちょっと難しいかもしれないなっていうところです。事務所絡みだと、そうか、そうだね、そう、ちょっとね考えたんだよ。そう、転生して、転生先を教えようかなって思ったんだけど、よくよく考えるとちょっと、あ、難しいやって思って、そう、みんなに教えたかったけど、大人の事情で難しいんじゃないかこれはってなったんだよ。だからそうだね、新しいチャンネルとアカウントまだ作ってないんで、お医者さんとかと相談しながら作っていこうと思っております。れいなちゃん、ツイッターをチェックする、ありがとう。ぜひね、ちょっとツイッター見てやってください。最後の最後にね、みんなチラチラチラっと何かつぶやくかもしれないし、新しい私になった時は、そうですね、元気にまたね、みんなの前に、ツイッター元気にね、みんなの前に戻ってこれるように頑張りたいと思います。最後には歌ってもらえる、いいよいいよ、私の声は結構特徴的だから見つけられると思うよ。見つけられるよ、絶対。だってみんなどんだけ聞いてきたのって感じ。私の声どれぐらい聞いてる？いっぱい聞いてるじゃん。いつもお話ししてるじゃない。泣いてもいいよ、れいなちゃん。泣かない。泣かないです。みんなの前に現れるときは新しい姿で、新しい私です。実はなんで今日にしたかというと、今日はね、私にとって大事な日なんですよ。とても、うん、まあそれはなんで今日が大事な日なのかが、日なのかは、そうだね、新しいアカウントの方で報告しようかな。とってもね、大事な、この日がなかったらみんなに会えなかった日うん、言っちゃおうかな、れいなちゃんの、れいなちゃんのね、誕生日なんだ。うん、本当の最後だから言える。でもこうして自分のね、お誕生日をこうやって楽しく迎えられたのもみんなのおかげだし、みんな泣かないで
大丈夫、大丈夫だから。絶対絶対ね、絶対みんな私が帰ってきたら気づいてくれるって信じてる。どうして泣けないの？それはね、泣いたら、だって最後せっかくさ、みんなとこうやって笑顔でお話できるのに、泣いたら、泣いたらさ、もうなんかさ、多分伝わってると思うけど、もうね、泣きそうなのをね、一生懸命我慢してね、やってる、配信してます。あー、泣かない？もうね、なんか終わっちゃったりするの惜しいね、この楽しい時間が。うん、よし、全部言ったかな。そうだね、全部言いましたね。あはは、しとく？あはは、しとくか。ヤンデレーナもしとくか。ヤンデレーナもしとくか。じゃあ、よーく見ててください。まず、それから、照れるな、照れるな。それから、あれ、こっちかな。キラ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 ー。それから、やあみんな、寂しくなる。ヤンデレーナです。ヤンデレーナ大好き、ありがとう、ありがとう。ヤンデレーナを大事に、ありがとう、ありがとう。楽しかったな、楽しかったな。早く逃げろみんな。そんなこと言わないでよ。怖くない？ありがとう。やばい。これでみんなの大好きな、あの大心理お姉さんボイス。こんばんは、よかったらゆっくりしていってください。こんばんは、こんばんは、みんな、こんばんは、お姉さんです。あらあら、こんばんは。
ヤンデレーナしたね、アハハもしたね。やりたいことがあるんですよ。やりたいことがあるんですよね。みんなさ、これやってなくない？今日やってなくない？今日ちょっと、え、やってないじゃん。やらなきゃ。やらなきゃ。自己紹介の曲でした。ありがとうございました。ありがとう。
様、少しの間でしたが、だったけどね、こうやって私と一緒に楽しい時間を過ごしてくれてありがとうございました。みんな大好きです。ありがとう。またね、戻ってくるときは新しい私として、このねVTuber という世界にね戻ってきますんで、その時はよろしくお願いします。では皆さん、本当に本当にありがとうございました。ではみんなもね、体調気をつけて、体調崩さないようにね、しっかり休んでね。では皆さん、月宮レイナでした。ありがとうございました。ではでは皆さん、お疲れ様でした。ね、最後にみんなでイロハって言ってください。いきます、せーの、イロハ。いただこうと思います。また会える日まで、またね、バイバーイ。お疲れ。ありがとう、ありがとうございます。